竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2代目竹中組元副組長水原治さんはどういういきさつで竹中組へ行かれたのか、会長はご存知ですか？私は本人から聞いたのは、6代目山口組の直参やった柴田健吾、竹中組で私と同じように頭補佐しとったんやけど、はい、水原は柴田健吾と月に1回飯食いよったらしい。でその時に2代目の安藤美樹組長が来たらしい。で水原さんへで、うちへ来てくれませんかと言われて、で3回ぐらい答えて、でわしは参考の例で安藤の組長の熱意にやはり打たれて射程の杯飲んだよった。それから竹中組の副組長になったんかな。だからそれまでにも安藤美樹組長が自らどこへ家へ来て家庭訪問や言うて訪ねてきてくれたこともあるし、お互い2人やはり組のために体張って懲役行った人間やから、そこら通じ合うもんがあるん違うかな。でまして、まあ水原の場合はその大きな金星を背負って懲役行っとるわな、一本どっこの組織でな。水原自体もそれまでは反社会主義撲滅というようなあの NPO 法人を作ってやりよったんよ、肩着になってから、はいはい、御神会と同じようなことをしよったんよ。で注目しとったんやけど、やはり私の兄弟分よ、水原もそういうその義理人情には弱いわな。先ほどの柴田会というのは加古川ですよね。加古川で安藤組長がもともといらっしゃったところですよね。もともとは安藤組長もこの柴田のケンちゃんも信原組よ。そんな関係で竹中武志親分がこの竹中組の2代目はこのそれにふさわしいもんがついたらいいようなことを実はドキュメントのインタビューに答えとったわな。で安藤が竹中組の2代目にはふさわしいというようなことを竹中武志親分が言うとわけよ。そやから熊本刑務所におる間にその柴田のケンちゃんに相談しとわけよ。同じ信原一門やから、はい、でまあケンちゃんもそりゃええことやなと言うて、安藤組長も出てくるまでは竹中武志親分の口添えで告げる思ったん違うかな。それが告げんようになって3代目維新会の副組長やったんやけど、柴田会の2代目を継いだんや。そこら本家でまああの柴田会いうのもなくすのは忍びない思て、安藤美樹組長に柴田会を継がしたんちゃうかな。そうこうしよったら山口組が分裂して竹中組2代目を安藤美樹組長が継ぐようになったわな。だから最初はこの竹中組の遺族も竹中武志親分の、まあ、娘さんなんかも反対したいうようなことをは言うとったな。あ、確かそうでしたね、うん、事実反対しとったらしい、うん、そやけど私が4代目の実弟の秀夫さんの姉さんに聞いたんよ。姉さんどないでんの言った。いや竹中家としては安藤さんが墓もきれいにしてくれるし、うん、それありがたいことやと、そやからみんな感謝しとる言って、それはいつ行っても4代目の墓に花が絶えることはない。ほで竹中マースさんの墓は4代目の真横にあるんよ。そのマースさんの墓にも花が絶えることなく置いてあるわ。ほでマースさんの通夜にこの私は行ったんよ、時間ずらして。ほな小林三郎サブちゃんがおって、兄貴言うて、さっき安藤の組長も来てましたでいうようなこと言うとった。そやから私は時間ずらしていっとうから顔合わせてないよ。で、マースさんの四十九日の時にうちの宮前敦史理事長、やはり同じ竹中組やったから一緒に行ったんよ。御神会の門が
5、6人で行ったんかな。ほんならマースさんのこの位牌の真横に安藤組長の古城欄が飾ってあったわ。ああ、そうなんですか。うん、で私の花どこかへ飲んだ一番最後、それは安藤組長の手前か、その序列位のまあ背中はな。で安藤組長は来とったかどうか分からへんけど、まあその時も私はちょっとずらして一番最後に行ったんよ、はい、そやから竹中マースさんも安藤組長の2代目は認めとったやろと思うよ。柴田会といえば確か4代目のお墓の前で事件ありましたよね。おう、柴田会の若い衆2人鴨田の若い衆に殺されたわな。それの報復で柴田会も行っとんよ。平井仁とか3人ほどその事件で返しで懲役行ってるわ。で私は当時竹中組やったからここらに面会に行ったことある。あ、そうなんですか。手紙のやり取りもしとった。柴田健ちゃんいうのは温厚やけどやるときはやるんよ。竹中組の頭をさしとったんやからな。で柴田健吾でやはり有名なのはゴルフがうまいって。あ、そうなんですか。うん、で敵がおらなんだん違うかな、この柴田健吾いう男は。私も悪い印象ないもん。会長は2代目竹中組ができたと聞いてどういうふうに思いましたか。私は正直言うて安藤組長も竹中武親分の杯飲んどんやから3代目竹中組を名乗ってほしかったわな、うん、私の気持ちとしてはえで。さやけど6代目山口組と竹中武親分のいきさつ見たらそういうわけにいかんわな。いかんけど私個人より竹中組におったもん、そら直参者で連中いたらみんなそらもんちゃうかな。竹中武組長について会長はあまりいい印象を持っておられないように思われましたが、今はどうですか。私は今はどうですかって聞かれたでな、配達場の見込みようがないし、そら親分としてはやはり私は失格やと思うよ。そら個人として男の意地貫くんはええよ。さやけど長い懲役山口組のために行ったもんにしたらせがないわな。そらうちの理事長しとる宮前敦史でもそこらへん口に出して言わへんけど思うとんちゃうかな。じゃあ本日はこれくらいでありがとうございました。ありがとうございました。